さあ、夏散歩さんということで続きをお届けしましょう。秘宝、さすがの神対応主でも、コメントゼロの放送を続けるのは気持ちが萎えたって。まあそうなんですよね。だからあれですよ、気持ち的には観客が誰も入ってないコンサートホールで一人で演奏してるみたいな、それでこう乗らなければならないみたいな、そんな気分ですよ。言ってみれば、なんかこれスタバじゃないですか。風で倒れてますけど、バッとアッシュと、これまた高い建物ですね。しかもこれ黒いからだいぶ暑いぞ、ここの建物。大丈夫かな。外壁とかね、白い、これどうでもいいとこ白い。お、なんかすごいピンクの、わ、あれ写真撮れよかった。あんな初めて見ました、ピンクのレッカー、レッカーっていうかクレーン車か。だね、僕多分あんまり本当にこう終盤に向いてないんだと思います。まあ、せっかくね、サムヤの分は撮ったので、時間がかかってもいつかまあちゃんと編集してお届けしようとは思うんですけど、ちょっとこう、まあ、例えばラオス来月行きますんで、ラオスで撮った動画とかだとちょっとこう心も弾んでるんで、面白おかしく撮れるかなとは思ったりするんですけどね。なんか最近ツイキャス自体が盛り下がったスピードがすごかった。あ、なるほど、そういう感じなんですね。大手枠でも閲覧数が変わらなくてもコメントの流れのスピードが10分の1くらいになったイメージは。そうなんか、大手さんでもそうなんだ。なぜ辛いのをこらえて。いや、だからまあその分だけはアップしようかなということですね。その時の分だけは一応ね、枠でもアップしますみたいなことをね、リアクションはあんまりなかったんですけど、アップしますみたいなことを散々言ってきたし、1個だけはね、あげようと思うんですよ。やっぱり、まあ、もったいないんで、僕3週間分ぐらい動画貯めたんですよね、そのために。それも、まあ、その努力もまあちょっと実を結ばせたいなと思って。ちなみにね、ここはあれです、バス停なんですけど、ここ結構ちょっと離れた町まで行くバスですね、これ。で、あそこがジャムジュリースクエアって言って、ここ建物、この辺はオフィスビルなんですけど、この下あたりとかがショッピングセンターっていうか、まあ、食べ物屋がたくさん入ってるとこになってますね、ここ。ここの八幡ラーメンでこの間食ったんですよ。で、こうバス停がちょっとこう、敷地が大きめに作られてて、で、まあ、しかもこう駐車場もあるのはどうしてかというと、ジャムジュリースクエアは向かい側なんでね、関係ないんですけど、ここになんかこんな壁画がいっぱいあるじゃないですか、こうやって。ああ、これ、ちょっと分かってきましたかね。お寺なんですよね、これ、ものすごい有名なお寺なんですよ、ここ。ワット・ホアランポーンって言って、ホアランポーンって国鉄、タイ国鉄にホアランポーンっていうものすごい大きな、まあ、タイで一番有名な駅があるんですけども、そこからは一駅分離れてるとこなんですけど、これワット・ホアランポーンの入り口です。ちょっとじゃあ中に入ってみましょう。あ、面白いとかだけを抜粋して面白い動画にね。そうなんですよね。だから上手い人でもやっぱりね、例えば20分の動画作るのにやっぱりまあ4時間ぐらい撮ったりするとかね、聞くんですけど、ましてやこう僕その初心者でやってって言って、やっぱできないっすね、本当に。僕撮りためたのはだいぶ撮りためたんですよ。もうこれも 4,5 時間分はもう撮りためたと思うんですけど、余裕で。面白いこと喋れてないんですよね、アイカンは。難しいな、あれほんまに。
今が辛くても楽しかった思い出は消えない。だからその思い出は映像にして大事に撮っておくんだ。そう、ワイフ氏がカルピスと練乳で、作ってくれたものの冷蔵庫に永久保存してある特製ドリンクで。永久保存してんの？まあ、こんな感じのお寺ですよ。こんな感じのお寺です。ここでこうね、まあ、実は YouTube にここのやつ動画アップされてる、あのする予定だったんですけども、まあ軽くだから紹介しておきます。また詳しくは YouTube で、あのアップする時にお話するとして、これお参りする場所ですね、ここね。でこうろうそくとかね、色とりどりのろうそく、これあのあれですよ、曜日、生まれた曜日別にっていう感じですね、になってるところなんですけど、外国人観光客もやっぱり来てますね。あと瓦のこのお供え物とかね、瓦を買ってこう寄付って、これまあ日本でもねあるパターンですよね。うまい人でも4時間取って2時間使うぐらいのものだ。俺なら5年、取って2秒使えばつらいな、つらいな、未開示作業がほとんどやねんね。ゴージャステンプルでしょ。瓦を寄付、まあだから瓦を寄付じゃないか、瓦を買ってください、そしてそこに買ってもらったら名前を入れますみたいないうことですかね。ね、そうでしょ。おい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 、めっちゃめっちゃ匂い良さそうやん。俺そんなに匂いいいんかな今日。でね、ここがその、あ、ここから入っていかれへんのかな、これ横やったらいけんのかな。これね、奉納できるとことかがいっぱいあるんですよ。あ、これ こっちから行くんやね。あ、これ占いのとこやな。占いカードで占ってますよ。細いとこ行くんですね。これ行くと24時間受付してる、ここそうなんですけど、24時間受付してる、こういろんなねあるじゃないですか、こう厄払い系とか健康祈願とか、こういうのもねここで受け付けてるんですよね。これ24時間空いてるのがポイントなんです。でこれ義徳禅堂っていうところでお参りしてます。これね綺麗ですよ。あのろうそくがああやって光ってる感じなんですよね。ちょっと近づいてみます。こんな感じで、そこはまた一層多いですね。一層多いのでちょっとせっかくなので写真撮ります。ちょっと神様系のとこなので、あの携帯ちょっと置いとくことができない可能性が高いので、手持ちですよ、抱えてます。ちょっと写真撮る。さあ片付けて、さあ M 氏と散歩でどうか。それね、そうなんですよ、僕それを考えてるんですよね、今メインでは。そうなんですよ、そうなんですよ、それいいっすよね。それだとノリが出てきそうですからね。しゃべりのやつでも映像が良ければ BGM 流しながら字幕の映像で早送りダイジェスト。そうですね、
あの早送りがね、僕ね、なぜか今持ってるやつで8倍速までしかできないんですよ。だから20倍速ぐらいまでできるような何かがあればいいなと思って、それちょっと探しかけたりしてますね。あとはそう、映像の問題ですよね。僕あの散歩っていう風に決めたから良くないんかなと思って、あの散歩って面白くない風景がほとんどなんで、なんかちょっとこうもっと企画的にやった方がほんまにいいんやろなみたいなと、プロの、プロ YouTuber 風のフレーズを言ってみる。ああそういうことですね。無理して携帯落とさないで、まあ大丈夫でした。撮影は OK な場所です。これ土作さんに紛れてシャカシャカポテトを振っている、ここでですか。まあ、あのシャカシャカポテトをお見せしましょうか。じゃあ M 氏と、世界ふれあいマッチをやる気という肩車散歩、企画が予定されてると。それはありえるねでも M 氏と乗って僕がマッチをやってもね、散歩じゃなくてトライアスロンに、いや多分僕の死亡枠ですねそれね。あの最後に、生前最後に残したのはこちらでございます。ちょっとじゃあお参りしましょうか。あれね、お参りしましょう。これあのこうやってなんかこう厄払いのために悪い何かこう占いみたいなのが出ると厄みたいなんですよね。音でしたね。これシャカシャカあれです、あの人ほらシャカシャカポテトやってるでしょ。あれああやって飛び出して出てきたやつをまあ拾ってやるんですが、あれ1本だけしか出てこないようにしないと占いにならないんですよね。これ1本落ちたでしょ。あれを拾って、でその番号がこの中にその番号の占いがあるんですけど、これをまあ見てみるみたいな感じなんですよね。そしたら分かるという。こちらでもシャカシャカポテトねやられてる方いらっしゃるでしょ。でほらさっきの方がねここへ引きに来ましたよね、まあ、こんな感じになるんですよね。シャカシャカポテトの正しい使い方。この間僕教えてもらったんですけどね、これね皆さん3回叩いて言ってるでしょ。前全然そんな風になってなかったんですけど、どうもね正式には3回らしいんですよ。ということで僕も3回叩いてみたいと思います。あら1回しか叩かんない、なんで3回と1回と混ぜるんだろう、ね、どういうことなんでしょう。さあ叩いてみましょう。いや死亡は死亡してもらっていいんじゃないですか。ぜひ死亡していただきたいですね。そうですね、ぜひスッキリしたいです。それで、ああ信心深いところ、まあねチラッとはね迷信深いのかもしれませんけど、信心深い信心としてこれから、寺の蛇に噛まれます。ここはもういないんじゃないですかね、さすがに。本当にシャカシャカポテト最初。そう、富士っていうかね、あのあれただなんだ、単なるなんか番号を書いた木なんですよね。で、そこからまあ本当の富士に引き換え、あ富士っていうかまあなんていうかな、その占いの紙に引き換えみたいなね。シャカシャカのスピード違うでしょ。あれね。角度をすっごいきつくしてなかなか落ちないようにしてやってる人もいます。特にねなんか男の人にそういう人多いかな。女の人は割とスパッと落ちるようにだいぶ斜めって、だいぶこう横向けにして落ちやすいようにしてるんですけど、男の人はねなんか
すごい本当に角度つけて45度ぐらいの角度でカシャ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 何分やってるんやろうみたいな感じでやってたりする人いますね。ミャンマーもありますありますあります、まあ、ミャンマーもあります。これ宗派によって太鼓の回数が違う可能性はこれもありますね。よし、死亡死亡死亡、すごいな、すごいことになってるよ。昔はヘビの、いや、あのスネークファームからねの距離でいうとここまで逃げてくることはないやろうって、まあ、そういうお話ですよ。そういうお話です。新人深い新人としてこれから寺のヘビに通います。いや、新人深かったらヘビも避けて通ってくれるんじゃないですか。ちなみにね、僕一回ね神社で白いヘビを見たんですけども、ちょうどその参道の石垣のところのなんていうんですかね、さな、石垣と石垣のこう隙間みたいなところからこう顔を出しててでね、すごい不思議だったんですけどね、僕らが来たら、まあ、僕らの方向へねこう鎌首をもたげてたんですけども、あの僕らが歩いていく方向へずっと顔を向けてくれてるっていう不思議な赤い目の白蛇でしたね。ちょっと不思議でした。角度をつけてなかなか落ちないようにして3時間シャカシャカ釘を、いやそれきついな、それきついな。あ、これちなみにこれジャムジュリースクエアにやってきました。僕ね、一つね、この間動画の時には紹介できなかった、あの紹介っていうか紹介動画を撮ってないやつで一つ、ここやったんちゃうのかな、あれ出てないやん、もうあの、あ、これか、違う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 、こっちじゃない、あ、これ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 、パオピンって書いてますけど、これあれでしょ、台湾原味味氷水なんかな、オリジナルタイワニーズタオピン、これうまいそうだと思いません、ちょこれ食ってみたいんですよね。ちょっとだから、まあ、飯後でないとね、これいきなり食うわけにもいかないんで、あれ食ってみたいんですよね。角度をつけてなかなか落ちないようにしてね、あ、そうか、それ読んだ、ホワイトスネークが、まあ、懐かしいな、それレッドアイホワイトスネーク、あ、そうそうそう、レッドアイホワイトスネークでした。さあ、今日どこで食おう。まあ、さっきちょっとお話したようにね、あれだったんです、前はここで、8番食ったんですよ。でももう一軒ね気になる店があるんですよ。あの実はソンブーンっていうあのタイの老舗の旅行客ももうすごい行きたがるお店が一軒あって、でそれの横は僕ちょっと今通り過ぎてきたんですけど、そこはね、まあ、めちゃめちゃ高いんですよね最近、ちょっと手が出ないんですけど、でもう一軒ね、サボイシーフードっていうところもあって、そこも僕大好きなお店なんですけど、そこもまあそこ行くんやったら今のさっきの江戸屋に行っても同じやったかなと思ったりもするので、もう一軒ね、僕あのそのクイッテアオの店をね、なんかちょっとここは行ってみたいなと思うお店を見つけたんで、そこを攻めてみたいと思います。これもう一個上やったと思うんやけど、広告、寺の火を盗んだのは結局誰だったか、ルパンっぽいな、主はストイックな動画の末に何を目指しているのか、ラーメンの後にあんみつを食べようというのか、文豪南翔新作、新人深い新人として、新人の方が深いのとして、寺の蛇に噛まれに行きます。 Now 音声長いな、タイトル最近でも長いタイトルの多いですよね。あ、ここや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 、あったあった、それ食べて中国で中華、あ、そう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 、そっちもね行きたいんですよね。ここ55バーツから65バーツでなんか辛そうなやつもあるけど美味しそうやなと思って、こういうのもねうまそうでしょ、ちょっとということで、この店にちょっと行ってみたいと思います。どうしようかな、どこにしようかな、
奥にお客さんがいたんで、うるさくないように反対向きになって出口向きにしておきたいと思います。よし、じゃあ飯にしましょうよ。何しましょうかね。เอาน้ำข้าวเจี๊ยบด้วยน้ำข้าวเจี๊ยบน้ำข้าวเจี๊ยบครับโคโคยเตี๋ยวโอ้โคยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อครับเส้นเส้นอะไรดีนะเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่น้ำตกเนื้อเผ็ดได้ไหมครับไม่ค่อยเผ็ดดีกว่าครับเผ็ดนิดหนุ่มน้อยหน่อยครับครับก็ได้ครับมีผักกีหรืออะไรหรือเปล่าผักกีสีขาวอะไรไม่เป็นไรครับสะเอตโตそうそう、虫ガニの店、そうそうそう、そこです、そこです。虫ガニの店なんですけど、それがちょっとね、高すぎたっていう店ね。損分、あ、損の分ね。今週の損分はこちらですみたいな。あ、損分、お、リンクが来た。何やろ、損分。そして開かないパターン。すいません、大地さん、せっかくリンクしてくれるのに開かない。よりブランニューな新人なんでしょうね。ああ、なるほどね。打ち間違いで逆向きになったやつね。辛そうなやつで、あ、まあね、ちょっとだけ辛くしてもらいましたよ。もしこれからけしからんも食べますと、ご飯前の方はご注意ください。いわゆるビステロが来てと、すりもんまんじゅう、やばい、ちょっとよく見とかんといかんね、周りをしっかり調べとかんと。人種は飯テロ主が、もだい苦しむ様を味わいでそうか、 S っぽい感じで責められてるわけですね僕。担々入り豚骨生姜ラーメン食いてやトッピングあんみつのせで、ああ、担々入り豚骨生姜ラーメンまではいいけど、食いてや、まあで食いてやトッピングもいいか。あんみつのせはきついけど、ミッキーの T シャツ、あ、ミッキーの、あの向こうに映ってる子か、なんか子供が映ってますもんね。確かにミッキーですね。あの子何してるんでしょうか。あ、そうか、これ多分 Wi-Fi、 フリー Wi-Fi かなんか入るんちゃうかな、ここ。あ、こっちか。あ、あ、来ました、来ました、来ました。うまそうでしょ。ちょっと写真撮ります。一回ちょっとラジオになります。戻ってきたかな。開かない。え、なんでやろう。あ、みんなに見えてる子みたいですよ。僕にも見えてました、見えてました。目の前にミッキーの中の人がいるのに、え、ミッキーの中の人？マジで。今さっきのあの注文取りに来たおじさんかな。あ、皆さんこれじゃあ、 あの KP ということで、 KP はいいんやけど、これどうやって飲むんやろう。持ってきてくれてた。人種には、他の人に見えてない何かが見えてる恐れがあると。そうか、ミッキーね。ミッキーの中の人が見えてると。あ、ケビです、ケビです、ありがとうございます。ロゼルジュースです。結構本格的なロゼルの味するな、ここ。
つもね、あの酸っぱい酸っぱまでごまかしてるロゼルとはちょっと違うぞ。しかもなみなみ入ってるし、ギリギリのとこまで、ほらちょっと飲んだのにここまで入ってますよ。あ、KP ありがとうございます。あ、そんな力欲しい、見えないものが見える。まあ確かにね、でも見たいっすかね。あれ、真っ暗なんだ。あ、いけたいけた。よし、好きやらばロゼルジュースを飲もうとするところがあるんです。あのね、なんかね、僕疲れが取れる気がするんですよね、このロゼルジュース飲むと。なんかこうロゼルいっちゃうんですけどね。あとまあ酸っぱいものがやたら欲しい時とかね、マナオ、ライム系のね、マナオの、やつとか行くんですけど。あ、これ主食か。まあ主食っちゃ主食ですね、サイドメニューとかじゃないですよ。じゃあいただきます。あ、っていうか先にちょっと汁を飲んでいきましょう。これね、多分ね、血が入ってるタイプの、牛とかの血が入ってるタイプのスープだと思うんですよ。うん、甘辛系煮込みが非常にきてますね。だいぶ煮込んでる味するよ、ここ。うん、むちゃむちゃ深い味が、これはいい店ですね。ちなみにこれ広い麺ですよ。これきしめんの何倍ぐらいあります？アクイーンさんで疲れが取れるかもしれないと知らんけど、クイーンさんね、単にそういう問題か。あ、これちなみにつみれです。嘘でした、つくねでした。うん、つくねは普通。あ、これ肉、これ絶対トロトロだと思います。うん、だってほらほぐれ目がこうなったでしょ、断面が。うん、これはトロトロですね。うん、これはうまい。そうね、茶色ですが、血を固めた料理の味がする。血を固めたっていうかね、血と一緒に似てるけど、血が本当に思いっきり入ったらボロボロになってるはずなんですよ、ここの、なんていうんですか、この、スープに浮かんでるものがね、それがないんで、こうしてるんだと思いますね。これちなみに普通の牛肉っぽいです。あ、違う、レバーやった。うん、臭みがまあまあ消えてますね。タイ料理って結構こういう、これもレバーなものだから。あ、これは肉ですね。ちょっと肉が固め、薄切り肉は。で、厚切りはほろほろです。うん、あ、キャベツに見えるけどね、このキャベツ、実はね、キャベツも入ってました。実際これキャベツですね、キャベツです。キャベツがこれで、で麺がこれみたいな。似てるな、ほんまに似てるな。アナ黒煙さん、あ、なるほど、ここでブーメラン返してきてくれましたね。赤字ほんまや。まあまた自爆には行きましょう。あ、つみれつくねはね、そうそう、ホロホロしてるかどうかの違いだと思うんですけど、あの結構あれさ、ホロホロしてなかったですね。そもそもタイにホロホロ系少ないんですけどね。うん、この歯はちょっと苦みのあるやつなんですよね。
この料理には合うと思います。割とこう濃厚な感じがするんで、